米韓合同演習が頻繁に実施される中、日米韓での軍事演習もまた始まろうとしている。今回は、日米韓軍事演習を詳しく見ていきますね。アメリカ空母ロナルド・レーガンや原子力潜水艦なども演習に参加しますが、なんだか、まだ、韓国とは気分が悪いですよ。2022年9月、北朝鮮は25日に1発、28日に2発、29日に2発の短距離弾道弾の発射を敢行しており、彼の国のお家芸とはいえ、2日間連続してのミサイル発射は、これまでに例がなく、日本では防衛省が今も情報収集と警戒、監視体制を敷いている。29日の分は、いずれも北朝鮮の西側の海岸方面から日本海側に向けて発射されており、1発目が午前8時47分頃、2発目がおよそ6分後の午前8時53分頃と推定され、高度にして約 50km、距離にして約 300km ほどを飛翔した模様だ。これら2発の短距離弾道弾は、日本の EEZ、排他的経済水域外に着水したとみられており、幸いなことに、これまでに、この弾倉弾による直接的な被害等は確認されておらず、その意味においては、ひとまずの安堵は得られた。しかし、これらのミサイル等が、仮に、近隣を飛行する日本側の、航空機や航行する船舶等に、何らかの被害を及ぼしたとしても、日本としては、北朝鮮とことを構えるような決断はできかね、非難の声を上げる以外の反応は困難だろう。その意味においては、北朝鮮も、日本など端から眼中になく、今回の短距離弾道弾発射も、9月26日から4日間、およそ5年ぶりとなる、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦、ロナルド・レーガンらが参加して敢行された、米韓の合同軍事演習を威嚇するものだと感じられる。また、政治的には、9月29日に、アメリカの現バイデン政権の副大統領タル・ハリス氏が、韓国を訪れており、韓国のイン・スズ・エツ大統領との面会を含め、アメリカと韓国との軍事同盟の存在をアピールしたことに対して、北朝鮮が反発を示したものだと言えそうだ。北朝鮮側から、こうしたミサイル発射の慣行を考えてみると、今年2022年5月以降からは、自国内でその実施を告げる行動を起こしておらず、通常であれば、翌日を、黙とに、発射の成功を自画自賛することが多かっただけに、なぜの沈黙かも、注視されている。例えば、今年2022年3月に、新型で、大型の大陸間弾道弾、火星17号の初の発射を敢行した際には、川の上着に、サングラスのいでたちの金正恩総書記が、その場に立ち会う様子を、プロモーション映像風に撮影し、国営のメディアで、大々的に、放送を行った。日本のマスメディアでも、この映像は、ことあることに紹介されオンエアされたこともあり、北朝鮮側の意図とは真逆に、その映像のこれでもかと言わんばかりの、陳腐な演出は、日本のみならず、世界中で失笑を買ったことも、記憶に新しいだろう。ここまで、自己顕示欲の強い金正恩総書記や、自国のミサイル開発技術の進歩を、アメリカや韓国に誇示したがっていたはずの北朝鮮が、ここのところ、そうした態度を見せないことには、何か、別の狙いがあるのではないかと、いぶかしむ、向きもある。ちなみに、韓国側では、この9月28日、29日の両日に、北朝鮮が発射した短距離弾道弾は、比較的、低高度を、変則的な軌道で飛翔するタイプのミサイルだと見ており、こうした特性からは、ロシアの、
イスカンデルミサイルをベースにした可能性が示唆されている。ロシアの短距離弾道弾である9キロ720イスカンデルは、現在進行中のロシア・ウクライナ戦争でも、ロシアが実戦投入したと見られている兵器であり、2006年頃から、ロシア軍では実戦配備が行われていると考えられている。9キロ720イスカンデルには、クラスター爆弾や燃料気化爆弾等々の各種の通常弾頭が用意されていることに加え、ロシア軍が装備するものには、核弾頭の搭載も可能とされており、同軍の戦術核戦力の一端を担うものとなっている。このロシア軍仕様の9キロ720、イスカンデルは M 型と呼ばれ、その最大射程距離は 400km ほどと、かつてアメリカと旧ソ連、現ロシアが交わしていた中距離核兵器全廃条約に抵触する。500km 以上の射程はないと表向きには発表されている。中距離核兵器全廃条約は1988年から2019年まで締結されていたもので、射程距離で 500km から 5500km までの地上発射型の弾道弾及び巡航ミサイルの保有を禁じており、東西冷戦の終結の象徴とも言うべき条約だった。しかし、この中距離核兵器全廃条約は、表向きに、アメリカと旧ソ連、現ロシアの軍縮を推進するものだったとはいえ、これに縛られない中国が、その間にそれに該当する兵器を大量に配備する事態をもたらすなど、今は、弊害の方が、日本にとっては大きいとも思える。さて、話を戻せば、こうした北朝鮮による、短距離弾道弾の連続発射が続く中で、26日から4日間の合同軍事演習を行っていた韓国とアメリカは、引き続き30日に日本を加えた3カ国で、日本海における対潜水艦戦闘を想定した合同訓練を行うことを公表している。韓国、アメリカ、日本のこの3カ国が合同での軍事演習を敢行するのは、すでに5年以上前の2017年4月以降となり、かなり久々であり、以後は強硬な反日の姿勢を見せていた前文在寅政権の誕生で長らく実施されずにいた。韓国では今年2022年5月にイン・ススエツ政権が誕生したことで、前文在寅政権に比すれば日本との協調関係を改善したい方向にあると見られており、今回の韓国、アメリカ、日本の3カ国での合同軍事演習も、その一環だとする見方が多い。今回、海上自衛隊が事前に発表した、韓国、アメリカ、日本の3カ国での日本海における合同軍事演習には、アメリカ海軍のロナルド・レーガンらの潜水艦を含む空母打撃群ら5隻と、韓国の駆逐艦1隻、海上自衛隊の護衛艦一隻が参加するとされている。この参加を行う布陣から見るに、アメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦を北朝鮮の潜水艦だと見立てて、他の水上戦闘艦が固定翼機、回転翼機らと協力して、これを探知、追尾、攻撃を行うという一連の対潜水艦戦闘の工程を実践するものと考えられる。今回こうした3カ国での合同軍事演習が行われる海域は、韓国が不法占拠を継続している竹島、韓国名、独島からおよそ 150km ほど離れた日本海だとされているが、これに対して韓国の一部から異論を唱える声が出されている。この声を上げたのは、今の韓国の第一野党、共に民主党に所属する議員であり、現イン・ススエツ大統領の所属する政党である、国民の力と真っ向から対峙する勢力で、政治的に、現政権批判を行うことを、最大の目的に行っているものと言える。第一野党、共に民主党に所属するこの声の主は、
竹島、韓国名、独島から、わずか 150km ほどしか離れていない海域での合同軍事演習に、日本の海上自衛隊の艦艇が参加することをことさら問題視しており、反日感情をロワにしている。曰く、仮に、北朝鮮が、韓国への侵攻を開始したとしても、こうした朝鮮半島の有事に、日本の海上自衛隊が関与することは、決して許されないと、声を荒げており、そうした錯綜に紛れて、日本が、竹島、韓国名、独島を奪還する恐れが高いと言いたいようだ。こうした言説は、未だ軍隊ですらない自衛隊の立ち位置を知る日本では、奇異に感じられるかもしれないが、前文在寅時代までは、韓国の政権与党として、彼の国の政治を、紛れもなく司っていた、政党の議員から、発せられたものである。まあ、日本でも宇宙人とまで言われた元首相が、あからさまに、中国やロシアに加担するような発言を繰り返していることを考えれば、あまり人のことは言えない気もしなくはないが、こうした政党や個人が政権を担当していたかと思えば、歓喜が拭えない。